今日は話しながらアイスクリームを描きます。鉛筆一本です。消しゴム使いません。あ、ちょっと待ってください。これ描きにくい鉛筆です。あ、すみません。はい、アイスクリームを描いていきたいと思います。まずね、私ってアイスクリームのオレンジソルベとかうんこ色のチョコ味が好きなんですよね。わかります？私ってなんか泣いちゃう、まあ皆さんの感想によりますけど、私って泣いちゃう系のさ絵が苦手なんですよ。窓際のトットちゃんとか。私はねバトル系が好きなんです。例えばアバターとか。すいません、母ちゃんつってあ、このメガネおばさんはお母さんです。失礼しました。はい、まあ私には妹と弟がいます。姉です。大変です。で、私のやってることはボクシングです。で、母親はシミを治すために努力してる父は子供に思い、あ、かっこ妻も家族思いです。皆さん、チャッキーっていう怖い人形の映画知ってます？チャイルドプレイ、私見たことあるんです。少し私はオリジナルのホラー人形を描きます。ホラーでもないかもですけど、あ、そうですね、微妙な位置ですね。不気味とかなんかそういう系の微妙系でしょうかね。これを怖いと思った人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちなみに SNS も大体やってるので評価をお願いします。目標は1億目です。まあ目標というか楽しくやることが第一なんですけど、できたら100万人は行きたいです。人生の中で皆さん、私は何を描いているか分かりますか？妹にうるさいと言われちゃいました。そんな姉です。不気味な絵とアイスクリームができました。不気味だと思わなかったらご好きにしてください。以上で、昔に描いたやつなんですが、なんかいろいろあるんですけど、昔作ったうんこの話をしてあげたいと思います。あー、でもな、うんこ汚いのでやめときます。お絵かきじゃなくて次は違うことをやるので少々待ってください。大変お待たせしました。折り紙を折ります。皆さんは何を折りますか？ちなみに私はパックンチョと、なんか作り方 YouTube で見たけど、箱らしきものです。それしか作れません。でも最近一番作ってるのはパックンチョです。プロになりました。皆さんも見ていてください。私の好きな色は水色です。かっこ青系いるかしら。青系、あ、いました。これ青系って言ってもいいかな。まあパステルグリーンと言って良いでしょう。あ、スカイブルーがありました。パックンチョを折ります。まずパックンチョの折り方、まず半分に折ります。こんな感じです。次は広げます。あ、広げません、すいません。はい、次このまま正方形になるようになってください。今は長方形です。長方形は向かい合った辺の長さが等しいことを言います。こうやって正方形になったら広げます。で、これ線ができましたよね。次、この真ん中に沿ってこのように全部やります。あ、うわ、失敗。まあいいでしょう。こうなったらひっくり返す。こっからが重要。ここの真ん中にこうやって四つ角で集めます。ダイヤみたいですよね。まあそこは集中して全部集めます。で、次こうなったらここで、ここは気にしないです。半分に折りましょう。で、そしたら
もう一回こっちに折ります。広げて、ここのポケットがあります。そのポケットに指を入れます。で、反対も指棒を入れたら、パックンチョができました。顔を描きたいと思います。見えにくいかもですが、できました。次からはこの子も登場します。よろしくお願いします。あ、すいません、登場しません。ではまた次回でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。